でした。最近よく私もツイッターで拝見してるんですけれども、可愛い猫ちゃんがだんだんとこう丸くなってくる時期じゃないですか。そういったこう猫ちゃんの変化を見るのも好きなんですよ。ストーブの近くに丸まって寝ている姿とか、まさしく秋冬の特権ですよね。あとは何ですか、楽しみにしていること、頑張りたいこと。私はギターよりももっと頑張らなくちゃいけないことがたくさんあるので気象の勉強もそうですしね、頑張らなくちゃいけないことを優先的に頑張って、ゲームも頑張りたいと思いますし、ね、ギターね、ギターもやりたいですけれども時間は有限なのでね。え、皆さんは優先順位つけてやってますか？優先順位やらなくちゃいけないことがたくさんあるんです。もう低くなっちゃってますかね。申し訳ないんですけれどもね。でもやり遂げたいことではありますよね。自分のペースで楽しみたいなというカテゴリー内にあります。いかがでしょうか。皆さんも無理せずに楽しみながら行っていただきたいと思います。何か一つ頑張ると決まるのもいいですね。私はやっぱり気象の勉強ですかね。あとゲームも頑張りたいと思いますでは続いて